そのおかげで俺は今、だから俺はこの人よし、たとえそうだとしても構わん。私を信じなくてもいいわ。私を信じると言った大魔王の決断を。ルーシェのように異論のあるものは申し出ろ。そもそも心に迷いがあっては。つうか、そいつ地獄門に居座ってんだろ。でも元はといえば、俺らが門を留守にしてた。本当にごめんな。お待ちください、大魔王様。大魔王様の恩義を傷。フェゴールとアシュメディアはどうだ。戦い、うん、フェルフェル寝てる。私は急がないわよ。よし、ではマモン、ペルペル。勝手にしなさい。なあなあ大魔王、奴を倒せたら、例えば。知っての通り、このま、そしてそれって褒美は時代大魔王の座。何よそれ、条件を後出しするなんて卑怯よ。ダメだ、すでに三人の中から選出。ルーシュ様、大魔王様がお決めに。残念だったな。ル、私と代わりなさいよマモン。嫌なこった。何よ、あんたなんかより私の方がずっと大魔王にふさわしいわ。運がなかった時点で大魔王の器じゃなかったってことだろ。なんですって。へへ、やってやろうじゃん。そんでもって宝物庫のお宝は全部ゲットしてやんぜ。まさか退位なさるおつもりだなんて。その覚悟、このレビアが必ず。誰でも構わないけど早く決めて。光栄です。ではレビア。はい、このレビアに大魔王様のご期待に応え。姉ちゃんいいな。チェつまんね。ルーシュ様、だったら順番を譲りなさいよ。いいえ。何、ルーシュ様こそ大魔王様をもっとご信頼。信頼ですって。この大事に我々魔王や魔界に住む者は魔界を蹂躙する。いちいちあんたに言われなくったって。私は勝利。しかし大魔王様。あっそ、ルーシェやめろ。よく言うわ、私はね、見返りもなく。待ってよ、ウーネー。あらら、お嬢ちゃん。ま、言ってることにはど。すまなかった。いえ、ああ見えてルーシュ様は細やかな子です。優越感ね。まして、あの子は父親を亡くしたばかり。でも分かっていながら私を選んでくださって。頼むぞレビア。はい、これにて。ゼアボロス兄様が。エルマ、おいで。これでよかった。もちろんだ。そうじゃなくて、契約のことを忘れたわけではないでしょう。今度こそ。必要ない。奴を倒し、新たな大魔王が魔界を導く。そ、分かったわ。私。ああ。今日も頑張りましょう。
魔国院の付与だね。これでいいかい？これでいいかい？これでいいかい？マイドアリよく来てくれ。お召しにより、ラゴン。魔界がてんやわんやって。元気そうで。頼もしいな。と、今後、お前たち、魔王の嬢ちゃんたち。大魔王様直々の命とあらば、この身に余る光栄。確かに。魔王たちは強大、お前たちの持つ実戦での、持てる魔力を最大限に取り利用。それは、ああ、そうだ。ほほう。お前たちは、いや、ええ、魔界ヒロシという、もったいなき、魔界の命運が、それは、なんだか、なん、うっ、さ、さて、ふう、
さて。まったく。はあ。さあ。それで。さあ。え？はい。うわ！さて、さ、よし！よし！え？あら。くっ！さ、あ。よし！はあ。さ、まったく、ま。ち、さて。おい！あ、よし。は、ほう。はい。なんか。うん。なんだか。わお。ま。まったく。さて。あら。さて。ありがとう。よし。ま。うん、よし。おい。く。の大魔王様、私は魔王レビア。いざ、よろしくお願いします。すごい、花がツルツル。前より綺麗になったかしら。頑張ってよかった。